はい、こんにちは。昔の道具リングたちです。さあ、今日は浄瑠璃剣台っていうのをお話ししようかなと思います。ちょっとフェイスブックでね、すごく綺麗なもん、浄瑠璃の剣台ね、まあ浄瑠璃と限ったことはないかな、剣台をね投稿されていた方がいらっしゃるんで、いいなと思って、まあ、ちょっと出してみました。これはね、絢爛豪華な感じで作ってるんですよね。豪華な剣台、剣台っていうのは書物を読むときにこう本を置くんですよね。こういう感じにね、本を置いてこう読むのが剣台です。これはね、寺子屋とかでね、お勉強したりするような時とかね、自分が勉強した時に使うようなのもあるんですけど、こういう豪華なやつ、豪華なやつはやっぱりね、浄瑠璃とか、まあ、人形浄瑠璃とか長唄やったりとかね、まあ、村芝居、能とか狂言、まあ要は舞台でやるやつですよね。舞台でやる時にあらすじを読んだりとか歌を歌ったりとか、そういう人がね、こう大きな声でね読んで、横でこの扇子をねパンパンと叩きながらね、話をする。これ台本なんですよね。ここに書いてあるの台本なんですけどね、昔の暮らし館にもね、ちゃんとね綺麗なものがあるんですよ。でね、割とね残ってるのはなぜかね、こういうものが残ってるのはなぜかと言ったら、江戸時代からねお祭りと一緒に村での楽しみっていうのが村芝居とかね、浄瑠璃やったりとかね、いうようなことが楽しみの一つにあるんですよ。だからね、村にねこう能舞台みたいなものがあるとか、お寺に備え付けてあるとか、神社に備え付けてあるとか、そういうところ多いんですよ、ね、だからそうですね、よく僕の話に出る四国の八島にある四国村にはね、村芝居で使った能舞台を移築してますからね、そういうのを見てみたらいいと思うんですけど、割と立派なんですよ。そこでね、浄瑠璃っていうのがね流行ってたんですけどね、まずこう人がこう演技したりして、三味線ですよね、三味線でお囃子しながら、それでこっち側で読むんじゃなくてほぼ歌うんですよね。まあ今で言ったらミュージカルですよ、ミュージカルなんですけどね。それでね、その中にね人形浄瑠璃っていうのがあるんですよ。その人形浄瑠璃っていうのはね、覚えてる方いらっしゃるかな、 NHK だったかな、里見八犬伝っていうので人形劇みたいなんでこうやってやる、もう黒子が思いっきり見えてる状態で動かすんですけどね、大きな人形を、そういうようなもんでやるっていうようなもんはあるんですよ。それがね、今の感覚で言ったらやっぱりそういう劇団だとか、まあ芸能人がやるからっていうことでチケットを売って行くっていうことなんだけど、昔はね素人がみんながやってたんですよ、ね、で時々ね旅で芸人とかを呼んで、でそこで見せてもらって教えてもらって、そしてやっぱり自分たちでやるんですよ。
ね。まあテレビとかね映画とかないですから、芸能っていうのがねもう自分たちがやるっていう、そういうこと割とね普通に、多分全国で普通に普通の村がやってたと思うんですよ。意外とね知られてないんですけどね、普通にやってたと思うんですよ。だからねすっごいねこう人形用のかんざしだとかね、人形とか残ってたりとか、だからこういうような剣台っていうのはなんかそう村々で集まってそういうようなことをやって賞をもらったりとか一番だったとかいうような時の記念だとかでもらったりとか自分たちで作ったりとかいうことで、あの割とね豪華なねこうあのこういう房がねこうついてるようなね、家紋まで入れてるようなようなものもたくさんあったんですよね。やっぱ庄屋さんとかが持ってるのかな、そういうことになったらお寺が持ってたりとかね、そういうことになるんだろうけど、有名なのは淡路島ですよね。淡路島ってよく出てきますよね最近ね、古事記でもね最初にできた島だとかね、人工木ってお香のね文が流れ着いたって日本書紀に書かれてるのも淡路島だしね、淡路島面白いですよね。その淡路島に人形浄瑠璃っていうのは未だに伝統として残ってね、高校生とかがねやってるんだけど、僕たちね見に行った時その高校生はね、高校生がですよ、九州に上演に行ってるからいないって言われて勉強せえよってそういうことじゃないのかそのくらいね流行ってるし、人形浄瑠璃やってるところとか資料館とかもいっぱいあるんですよ。ぜひ淡路島行ってみてくださいね。なんで一般に村の人たちが畑の合間にやって、ね、競い合ってたりとかね、そういうようなことありますんでね。それでこうさっき言いましたよね、こういう感じのものはね、まあ、これ微妙だけどね、これはちょっと微妙かな、これこういうようなものっていうのは普通の剣台です。お勉強したり本を読んだりするときに家に置いてたりする普通の剣台です。だから芝居とかで使う剣台と寺小屋でこう並べてる剣台っていうのはまあ言ってもね一目瞭然です。同じ剣台、見る台と書いてますけど、全然違うものとして扱ってもらったらいいかなと思います。こういうね割と簡単なものっていうのを初見台っていう言い方をして、立派なものを浄瑠璃見台っていう、浄瑠璃だけじゃないと思うんだけど浄瑠璃見台っていう言い方をしてるっていう話も聞いております。一応区別しておりますんでしておりますんでって、してもしなくてもいいんですよ。村芝居でこれ使ってもいいんですよ。ミングっていうのは名前を気にしたりとか使い方を気にしたりすることじゃないんですよね。実際これで浄瑠璃やってたかもしれないんで、そうじゃないといけないっていうことじゃないです。でもねざっくり分けるときにそういうことをねちょっと知ってたらいいかなっていうだけのことですから、あまりこだわらずに、まあ浄瑠璃剣台っていうものがある立派なものがあると、これで村では村芝居だとかそういうのはもうちょっと突っ込んでみたらね面白いなと思いますけど、ちょっとね
これなんかわかる。ちょっとおまけです。おまけです。これ気持ち悪いでしょ。ねえ。これね。これなんかわかりやすいでしょ。これ気持ち悪いでしょ。ミング整理してたら出てくるんですよ。ね、まあ人形浄瑠璃の足なんですよね。これがね普通の村で出てきますから、やっぱりねどこででもやってたんですよ。出てきた時はうーっと思いましたけどね。ああいっぱいあるんですよ。ちっちゃな子供用の着物だなと思ったら違うんですよ。合成すぎるんですよ。人形用の着物なんですよね。そういうものもね出てきてる。これなんだっていうのはた人形浄瑠璃してたんだろうなっていうふうに思ったら安心すると思います。怖いもんじゃないです。っていうことで今日は浄瑠璃剣台についてお話しさせてもらいました。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。ういっ。